リンゴルフアレンジマッチプレー対決イエーイ。はい、皆さんこんにちは、 MC 順です。遠藤里乃です。菊池しおりです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回ですね、このお二人の選手が賞金をかけて真剣に9ホール対決するので、ぜひ最後までご視聴、両選手の応援をお願いいたします。これから2人には特別ルールで9ホールマッチプレー対決をしていただきます。なお勝者には5万円の賞金が与えられます。敗者は0円です。勝者になるよ、はい、今回賞金を提供してくださるのはデジタルコミュニケーションを科学する株式会社アデレック様です。ご提供ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは対決ルールを読み上げたいと思います。9ホールマッチプレー、8ホールのスコアによってポイントをゲット、ボギー以上が0点、パーが1点、バーディー2点、イーグル5点、アルバトロスとホールインワンは10点です。最終ホールのポイントはダブルアップ。9ホールの合計ポイントで勝敗を決めます。 OK パットあり、お先にはなしです。それではお二人ともよろしいでしょうか。はい、はい、勝ったら5万円、負けたら0円。遠藤里乃選手対菊池詩織選手。リンゴルフアレンジマッチプレー対決、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回の会場は千葉県にあるグレーンオークスカントリークラブで、インコース10番からパー4、411ヤード、はい、オナーはどうしましょうか。じゃんけんぽい、あいこでしょ、あいこでしょ。じゃあどっちから、りなちゃんから。ずっとグー、手出したくて。寒いから手出したくて、あれと思って。今回はあの前にりなちゃんは出てもらったんですけど、りなちゃんのお友達のしおりちゃんに来てもらいました。はい、しおりんです。しおりんです。しおりんって呼んでください。ノリがいいね、みのりんと。しおりのです。しおりのコンビです、はい、いいですね、仲良しコンビね。リノちゃんは、まあ、飛距離はもちろん私よりと思うんですけど、もうパターとかすごい上手くて、うん、まあ、こう入れてくるなっていうところを入れてくるので、うん、気が抜けない。なるほどね、はい、よく戦ってるんだもんね。はい、ラウンドするときはいつも勝負して。なるほど。ショートゲーム、アプローチだったり、うん、グリーンが練ってて難しいので、そのパターンとかが鍵になってくるかなと思います。はい、はい、頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございます。はい、対戦相手しおりんは、うん、本当めっちゃ仲良くて、なんか妹みたいな存在で、うんうん、いつも一緒にゴルフしてても、うん、いい意味で良きライバルで、いつも勝負してます。だから本当はあの可愛い妹と戦いたくないんだけど、うん、まあ、お互いのゴルフ向上のためにいい勝負をしたいなと思います。うん、優しいですね、お姉さん。はい、もう可愛い妹なんで。でも可愛い子ほどちょっと真剣に手を抜かず厳しくやっていくと思います。やりました。はい、頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。はい、真剣勝負ですよ、お願いしますね。どうなりな、りなちゃんで。じゃあ行きます。はい、お願いします。オッケー。お願いします。よいしょ、よいしょ、いいね、いいね、ありがとうございます。バウンドできます。
いいキックです。176ヤード4番アイアンです。4番アイアンを武器として使っている井野選手。また遠いから見えない。左足下がり多い私。そうだね。多いですね。あと日陰。日陰やだ。日向と日陰と全然温度違う。うん、太陽は偉大だな。太陽が沈んだ時は怖いよね。寒くて。そうだね。今2時です。あと2時間。あと2時間。寒すぎて喋れない。勝負とかじゃなくて寒いから喋れない。寒いから喋れない。口開きたくない。顔の筋肉が痛いよね。ねえ、笑ってるだけで痛いもん。わかる。いい感じ。いい感じ。お、入った。マーケット違う。いやすごいね。びっくりしました。いや今めっちゃ良かったもんね。狙い通りだなって感じだったもん。うわー、ナイスバーディー。ありがとうございます。本当に俺もありがとう。札上がってたね。イエーイってなった。最初からすごいです。いや、ありがとうございます。さあ、ゆなちゃん、これ入れないと。そうだね、これ入れないとダメですね。よかった、そこが。うん、もうと点数は確定ですよ。私がこれ入れようが外そうが一緒って。一緒。OK で。うん。うっさくないよね。外してなんかボギーになってまた気持ちが落ちるよね。いやでもすごいいいナイスアプローチ。ありがとうございます。なんかうまくいっちゃいました。うん、雰囲気でした。雰囲気出てました。うん、なんかいいなっていうライン的にいいなって思ったんですけど。うん、ね、いやナイスバーディー。ありがとうございます。なんか後ろから見えて、まあ傾斜的にあの辺に打つのかなみたいに思ったらそこにピョーンって行ってそのスーッと入ったもんね。いいなバーディー。いいな、嬉しいです。なんかまだ滑ってないよ、まだバーディー。2ポイント2ポイント素晴らしい。2ポイント。気を抜かずに。あ、そうね。気を抜かずにいつも後半やられちゃうかも。そうそう、上げてます。11番パー5、508ヤードって書いてあります。右に行っちゃった。あれは出た？一応、あ、オッケーオッケー。あの、点がない一番です。はい。まあ、やっぱそうなりますね。はい。私は右行きたくなくなっちゃって、左。そうだね。そうなるな。落ちてきてるといいね。はい。木に当たったから大丈夫だよ。うん、なんかすごい綺麗に見えますね。なんかピョーンって飛んできたような。あ、見える。あれありますよね。あ、セーフじゃん。はい。お、あるね。はい、見えてる。 あ、ね、あれボールだよ。うん、セーフ。セーフ、よかった。しかもどうせ刻みのパー5だからよかった。あ、そうなんだ。あ、本当だ。うん、
ちにしろ池があるから刻むんですよ。あれこうやって谷越えみたいな池越えみたいな。そうだから絶対に刻まないとアンペナ、アンペナってか、なるほど、池が。そうだね。どうなんだろう、着地見えないから。左サイドから。今日パン屋です。はい、左大丈夫なんかな。大丈夫です。あれはね、いつものポジションです。あ、そうなんだ。いつものポジションです。なるほどね。大体左で行ってる。ここはここはここは強いね。ちょっと見えないんだよね、遠すぎて。うん、かかっちゃいました。ちょっと遠くて見えないんだよね。はあ、まあまあですね。まあまあ。まあまあなの。ポジティブに行きます。そうですね。ポジティブに行きましょう。まだ先長いんで。はい。まあバディの人は違いますね。2点取ってるからね。もう余裕がありますね。まあまあですね。いやいや。気持ち的にポジティブに行かないと。いやー、やっぱ追い込んじゃうから。そうなんだ。余裕2点差の余裕ですからね。いやいや。すぐですよ。じゃあ気張っていかないと。どうもいい球だと思ったのに。まあ力強さあったよね。これむずいじゃん。今日よりドロップできるし。いいな。すごいね、本当同じとこから打ってる。うまい。うおー、意外とフックしなかったね。なんなら最後スライスしたし。うん、ナイス。ありがとうございます。ナイスパー。はい、あ、揺れた。キャー、 OK。 揺れました。ありゃー、引っ掛けたというよりか、石毛もあったのかな。1点よし。1点差に迫りました。こういうのなんですよ、私は。いいですね。
うん、ナイス。ありがとうございます。おー、すごい飛ぶね、本当に。ドライバーだと思ってくれない。左引っ掛けそうで嫌だった。3番を引っ掛けていきます。はい。ナイスショット。うん。最近の飛距離が伸びた秘訣を教えてください。うん、ボールを捕まえる、うん、あの練習をしてから、うん、なんかそんなに振ってなくてもボールが捕まえられるので、へー、なんか簡単に飛ぶように。多分10ヤードぐらい伸びました。すごい。具体的に、はい。ボールを捕まえる練習方法があるんだ。はい、そうです。なんかとりあえず手だけでずっとひたすら返す練習、動きを返すやつやってたんだ。はい、ずっと手だけでやって、うん、そこから少しずつ足を広げて打つようにして、うん、であと徐々にフルショットに近づけて打っていってみたいな感じで、手の動きが覚えてないと、なるほどね、捕まえる動きとかができなくて。そうなんですよ。確かに私も手動かせないかも、怖くて。あ、本当ですか。そうなんか捕まるバッて左に行っちゃうような気がして、うん、そうだね、打てないんですけど。それをやってって感じなんだ。はい。へー。最初はもう左にピンって言っても、うん、もう気にしないでってコーチから言われて、へー、はい、で繰り返してやったら良くなった。1ヶ月ぐらいかけてやる。すごいね。でめっちゃ飛んでるもんね。そうなんです、うんうん、はい、だそうです。はい、はい、ヘビーワンちゃん52度。はい、飛ぶな。すごい、ちょっとフォローなんで。いい、あと距離。風、あ、意外と止まったのかな、風が。だいぶ戻っちゃいました。戻っちゃったね。90ヤードです。52でいきます。52度。はい、珍しい。止まれ。あー、バンカーしちゃった。バンカー入ってないよ。ちょっと今良くない動きをしちゃいました。確かに。なんかちょっと初心者っぽかったよね。今ちょっとなんか怖かったのかな。なんか怖かったって感じするよね。何を怖かったんだろうか。ちょっと、うん、フォローなんで52だとギリギリ届かないぐらいなんですけど。あ、そうなんだね。ちょっと力入っちゃった。ちょっとなんか飛ばそうと思ったら得しちゃう。なんか珍しい動きだったよね。えって感じでしたよね。自分でもびっくりしました。えって。バターでいきます。お、パタローチ。そう、冬はもう大体パタ。確かにそこなんかね、土が見えてそうな、うん、そうなんですよ。芝が薄いから。いいね。止まれ。うん。さあ、変な動きでトップしてしまいました。確かに難しいです。砂も混じったラフ。はい。
ゃあ確かに見れるね。私打つ必要あります？いや私がほら見たいから。そうね、まあ OK にすればだけど OK してくれないから打たなきゃいけない。ずっと見たいんです。 鬼だな。だって入れたいんですもん。そうね、これ入れたらまた何も関係なかったら OK って言った。そうね、ゆうちゃん入れたら点数入るからね。ドンマイボギー。いやーしょうがない。早いですよリノさん。プレッシャーかけるよ。リノちゃん早いですよ、うん、入れなきゃ点数じゃないから。外すか入れるから。そうだね、これで同点か。そうなんですよ。おーナイス、やった同点です。確かに。あれ何だったの、私よく分かんなかったの、何が起きたか。迎えに行ったよね。分かる、うおってなんかよく分かんなかった。私も見たらミスしてた。全部パー、全部パー取ってる。そうです、ね、勝手にしおりんが。そうだ、私勝手に撃沈してっちゃった。勝手にボギーしてた。確かにナイスパーだよ。でも、うん、ありがとうございます。